この時間はクリック365マーケット情報のコーナーです。今週のゲストは富士富テクニカルアナリストの米倉典正さんです。米倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。米倉です、よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、実体経済の影響を金融市場をかなり、警戒しているわけですが、この話をすると必ず2002年から3年にかけての SARS の時の相場との比較というのは持ち出されることは多いんですが、今日米倉さんのお話もまずはそこからということで、お願いいたします。やはり一番比べるにはこの SARS の時どういうマーケットの動き方をしていたというのが分かると動きやすいと思うんですね。今ご覧いただいていると思うんですけども、実は2003年の3月、ここがどんどん増えていくピークに向かって患者数が増えていったんですね。でそこからちょっと見てみますと、まず11月27日にこれグローバルパブリックヘルスインテリジェンスネットワークといいまして、カナダの公衆衛生局によって開発された電子公衆衛生早期警報システムというものが WHO に、連絡を入れたんですね。でそこから始まって、その前にですね、ドル円も円安方向には向かっていたんですけども、それが多分報道で報じられていくうちに徐々に円高傾向になったと、でその後3月以降ですね、ピークを迎えるんですけども、その後もですね、だいたい下値が115円で上値が122、3円で動いてますので、だいたい7円ぐらいの上下動をしていたと、で収束した後もどちらかというとまだその後も上下動で動いているというようなドル円市場でした。で次にですね、ニューヨークダウなんですけども、こちらは全く違う動きをしていまして、3月の中旬から後半にかけて急激に戻しが入るんですね。でその後はもうずっと上昇基調が続きまして、アメリカでは何もなかったような、そんな動きになっています。で日経なんですが、日経は今度はニューヨークダウとの連動性が断ち切られていまして、こちらは5月ですね。ですからニューヨークダウが3月の前半から中盤から上昇したんですけれども、日経平均に関しては5月この辺から徐々にニューヨークダウに追いつくような上昇の仕方をしています。ですから今現時点ではやはり下落基調というのは正しい動きなのかなと思います。でですね、もう一つですね、東京金ですけれども、こちらはやはりリスク回避の金買いということでやはり上昇し、ただしある程度ピークを打ったところで、今回もそうなんですけども、利益確定売りが入るんですね。それで一旦は暴落的な動きをするんですけども、そこからは結構底堅い動きが続いて、収束手前で、下落基調が続いたということで、ある程度ですね、金の動きも今現在も同じような動きをしているというような印象を受けています。海外でも1600ドルを超えるような水準まで上昇していますが、多分ですね、1700ドルまではいくんじゃないですかね。で、次はですね、じゃあ現在、1000ドル上がったと思ったら1000ドル下がるような、こういうボラティティのすごい高い時期で、ドル円に関しても非常に112円つけたと思ったら今日は106円割れということで、非常にボラティティが高いですけども、この一つの、これが全部そうだというわけではないんですけど、一つの要因としてこの水星逆行ですね、実は2月の17日から3月10日にかけて今水星逆行しております。別に水星が逆回転するわけではなくて、水星が逆回転しているように見えるだけで、ただしマーケット参加者の中にはやはり影響を受けるだろうと、受けているというような見方もありまして、ただたまたまだよっていう人もいますよ。でですね、この時期どういうことが起きるかといいますと、まずボラティティがいつも以上に高まります。今のこういう状況ですね、暴力的に1000ドル上がって1200ドル下がってとか、そういうような動きになるんですね。でボラティティが高まってもトレンドが出にくいということで、デイトレ向きの、今の動きという感じです。あとですね、オシレーターの機能が劣化しやすくて、買われすぎ売られすぎからもう一段突っ込んでいくんですね。ですからオシレーターで取引している方はここにはまってしまうと大きな損につながると。で一番重要なのが3月10日に巡航に戻るんですけども、この逆行終了3日前後っていうのが円高ドル安になりやすいです。ですから今晩の雇用統計ももしかしたら悪い数字が出て円高になる可能性もありますね。
はい。で、ドル円相場ですね。そうですね。はい、その水星逆行始まった時から の60分足で動いて、うん、表しています。これを見ても急激に円安の後急激に下がって、今も円高基調が続いていると。はい、で次の、資料がですね、はい、これがクリック株365ですね、はい、日経225ですね。そうですね、はい、でこちらもですね一旦上昇したものの今下落基調から今度は揉み合い相場ということで、はい、この揉み合い相場で買ったり売ったりしても、うん、要するに今日は儲かったけど明日は損するというような水星逆行特有の動きになってます、うん、で気をつけてください、うん、はい、はい、まさにオシレーター系の仕様が機能しにくいということですね。そういうことですね、はい、はい、でですね、はい、今後の、まあ、ドル円相場はどうなるかというところで、うん、太陽黒点と米ドル円相場では、うん、今は円高基調になっています、はい、リーマンブラザーズが破綻した時もそうだったんですけども、うん、極小期といいまして、太陽黒点がほとんどない時期があるんですね、うん、この時期っていうのは世界的な景気減速になりやすいと、うん、ですから今回もその時点でコロナウイルスが、まあ、感染が拡大しているということでやはり景気は下向きということになるわけですけども、はい、一応、2019年と20年、うん、これが最終局面の極小期に入ります。ですから、はい、この今年に円高になりやすいということです、うん、でその後ですね2023年26年頃に極大期を迎えますので、うん、一旦今度は円安方向に傾くと、うん、ですから今年はの円高のところをうまく買っておくと中長期で持てるということですね、はいはいはい、で足元ドル円相場の月足で見たいと思います。これはですね、はい、ドル円の8年サイクルっていうのがございまして、はい、過去においてこういう高値をつけてきているサイクルです、うん、で実はですね2023年にこの8年サイクルが当てはまるんですけれども、うん、そうするとどちらかというとドル高円安になるわけですね、はい、でそうすると先ほどの太陽黒点とこの8年サイクルがちょうど合うということですね、うんうん、今現在一旦円高をつけてその2023年に向かって円安になりやすいということです、うんうんうん、はい、ただ気になるのが1点ございまして、この三角持ち合いですね、約4年間かけて持ち合っていた三角持ち合いが、先月2月はですね一旦上限を上抜けたんですね、はい、いやこれ円安に行くんじゃないのってやっぱりみんな思ってたんですけれども、うん、逆に、昨日この下限を下抜けてきました、はい、で実際は、これ3月末時点で明確に下抜けするようあれば、うん、このまま円高基調になりやすいと、はい、いうことです。ですから、まあ、どうにかですねこのまた三角持ち合いの中に入るのかそれとも明確に下に行ってしまうのかということで、うん、今後の動きがつかみやすいと。でこの中で17ヶ月線と34ヶ月線というのを入れてるんですけども、非常にこれトレンドが見やすい移動平均線ですので、まあ、皆さんもお使いになっていいと思います。はい、次は株価とドル円との関係ですね。はい、日本のですね10、12月の GDP がマイナス成長だということで、うん、日本売りじゃないのという話、うん、まあ、これも一部要因はあったと思います、うん、ですから円は売られてたんですけど、実はこのニューヨークダウとドル円を比較するとですねずっとニューヨークダウが上昇してたんですね、うん、要はニューヨークダウが上昇すると円安になりやすいと、うん、要するにリスク先行の円売りですね、うんうん、ですがここでコロナウイルスの感染によってここのところニューヨークダウが下落しているので、まあ、ドル円も円高になりやすいというような状況です、うん、ですから、はい、ニューヨークダウが、うん、下げ止まればその後は円安になりやすいという形ですね、うん、はい、今は リスクオフで株が売られそして、はい、ドル円でも円が買われているということですね。そういうことですね、はいはい、でも皆さん安心してくださいということですね、はい、アメリカではですねレーガン大統領時代にブラックマンデーというのがございまして、まあ、その後ですね1988年3月に株価下落防止チームというのを設立させているんですね、うん、で実は2018年のクリスマスの時にかなり株価が下がりましたけども、その際にムニューシン財務長官が、こちらは作業部会
要するに金融機関を集めて作業部会を開くよということで集めた後、その翌日は下がったんですけども、その後からもうずっと上昇基調と、うん、ですから、まあ、どこかでですねこの作業部会が入ればニューヨークダウンも下げ止まると、うん、でもう史上最高値をずっと取ってきてますんで、ここに加わっている投資銀行とかヘッジファンド金融機関みんな利益出してるんですよ。だから逆に言うと作業部会早く始まらないかなという感じですね。ですからその辺ではムニューシン財務長官の発言を注意深く聞いてるといいと思います。特に、まあ、トランプ大統領も随分株価を気にしてますんで、はい、そうですね、何らかの動きが出てくる可能性があるということでしょうかね、はい、特に大統領選の年なんで、うん、やはり株価下落はちょっと支持率が下がってしまう原因になりますから、はい、まあ、そういう分では作業部会も早めに行われる可能性はあると思います、うん、はい、そしてアメリカの株式ですね、ニューヨークダウ、はい、下値の目処というのが気になるところなんですが、これはいかがでしょうか、はい、ですね、2月12日に史上最高値$29,568をつけてるんですけども、はい、ここから 20% 超下がってしまうと、うん、テクニカル的にはトレンドは変わってしまうと、下落トレンドに入ってしまうので、はい、この手前で多分作業部会が開催されるのではないかと、うん、で前回 17% 近くまで下落した時に下髭陽線に立ってますから、はい、市場参加者とすればこれは入るかもということで、うん、まあ、買い上がってきたんだと思われています、うん、ですから 20% $23,654を下回らない限りはまだトレンドは生きていると、はい、いう形になります、はい、まあ、5日の終値が$26,121なので、あと、はい、まあ、$2,500ぐらい下の水準ということですね。そうですね、はい、はい、分かりました。米倉さん、今日どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。